はい、皆さんこんにちは、ワナリグルフィッシュです。今回はゲレンデーボージュン独立戦争期ジョン軍編、難易度ハード続きをプレイしていきたいと思います。前回地球侵攻作戦としてトリントン基地攻略を行いました。今回その続きになります。今回は残っている連邦軍の地球上の拠点の一つベルファスト、こちらを攻略していきたいと思います。今までは積極的にギレン総帥自ら部隊を率いて敵基地へ乗り込んでいたんですけども、トリントン基地攻略でギレン総帥は少し消耗しているところもありますので、今回はギレン総帥抜きで攻略していきます。宇宙の方なんですけども、連邦軍がですねソロモンに向けてルナ2から大部隊を発進している様子があるんですけども、これを経路上で迎撃する体制が整っていないので、今回はソロモンで迎え撃ちたいと思います。では時間を進めていきましょう。ソロモンで迎え撃つ場合ですね、ソーラーシステムを使われて被害がかなり出るんですけども、残念ながら部隊の編成が遅れてしまって経路上での迎撃ができないというところですね。ではまずベルファスト基地の攻略戦から始めていきます。ジャブローから一部部隊が増援で連邦軍を送ってきてますね。これは要注意だな。で、このベルファスト基地に関してはですね、この後投入する部隊簡単にご紹介したいと思うんですけども、数が少し少ないのでドズルザビ中将を率いるランバラル隊を増援で出す予定です。これでねベルファスト基地を東西から挟み込んで倒していければいいかなと思います。ではまず敵の布陣を確認しましょう。敵はこんな感じですね。パッと見だと航空隊、さらにガンダムタイプのモビルスーツ、ガンキャノン、ガンタンク、かなり数が揃ってますね。敵の航空隊の数も多い。ジャブロからの増援はミデアの輸送機が中心のように見えます。で、我々の方はこんな編成ですね。ズゴックやアッガイを中心に編成して、一部は陸戦で戦えるグフ、この辺りを用意してます。なのでまずは敵の航空隊をこの海峡で迎え撃つというのが良さそうですかね。では敵航空隊を倒しました。迎撃部隊を倒したので、少し先へと前線を移していきましょう。ここにガンダムタイプですね、いますが、袋叩きにしてなんとか一撃で仕留めたいですね。上陸される前に水中でズゴック隊でガンダムは撃破するのがいいかなと思うんですけども、残念ながらね陸に上がられてしまいましたので、ここはなんとか集中攻撃で撃破しましょう。さあここだ、倒せるか。倒せましたね。スタックされると厳しい局面になると思うんですけども、ガンダムとの戦いはスタックさえされなければね、なんとか踏みとどまれますね。水中に出てきたガンダムタイプはズゴックで叩きます。やられるか、ガデムのズゴックがやられるか。さすがだな、ガンダムは強いですね。ガデムが乗ってたのは指揮官用のズゴックになりますね。ではですね、ここでようやくドズルザビ中将を率いるランバラル隊が到着しましたので、これを出していきましょう。数がねちょっと用意できなかったのが悔やまれるところなんですけども、集中的に運用して、なんとかですねこの局面を打開していければいいかなというふうに思います。特にねキャノンやタンクが数多くいるので、ガウが取り付く前に撃破されないようにね、距離感は十分に注意をしていきたいなというふうに思います。
ではここから一気にですね、上陸戦を仕掛けていきましょう。ここに HLV に乗ったジャミトフがいますね。脱出するつもりなんで、なんですかね、これね。ちょっと謎の動きをしていますが、これもなんとかしたいですね。ちょっとまだ、どうだろう。ガウがこれ以上近づけないかなっていう位置にいるので、ガウはちょっと下に回り込みましょうか。回り込んだところでガウが着艦できるのかっていうのがね、ちょっと一番難しいポイントになってきそうですね。ガウはちょっとこの位置で待機させましょう。ここも上陸できるところから多少強引にでも上陸を観光していきましょう。ゴックがやられた。硬さを生かして耐えてくれてたゴックがやられた。ガウは耐えましたね。これで部隊は上陸できる。なのでランバラル隊を上陸させましょう。ゴックが沈められたので、この後急速に戦況が悪化する可能性があるので、できるだけランバラル隊で多少の犠牲を覚悟の上でですね、突撃隊を編成しましょう。ドズルザビ中将もね、ここでちょっと奮戦を期待したいと思います。さあランバラル隊ですね。うわ、クランプが一撃でやられるか。まあ敵のモビルスーツ隊がそれだけ強いっていうことなんですけどね。ちょっとどこまで持ちこたえてくれるかわからないんですが、なんとか上陸部隊を上陸させてゴックがやられましたね。近接戦に持ち込めば敵はキャノン、タンクが中心なので突破口はあると思います。なんとかね、上陸部隊を、ちょっとでも多く上陸させて、奮戦を期待しましょう。さあ、では、決死隊、上陸部隊、これをですね、ベルファストの中心部のある塔へと送り込んでいきたいなと思うんですけども、ファットアンクルなので、ちょっとどうにもですね、耐久力という面では敵のキャノン、タンクに狙い撃ちにされる可能性が高いので、距離感には注意しながらですね、なんとか上陸果たしていきたいなと思います。上陸できるかな。ランバラールがやられた。いやー、本当にきついですね。ここの上陸作戦が、なかなか思ったようにすんなり上陸させてもらえていないっていうところがね、連邦のモビルスーツの、まあ、ある種優秀さを物語っているかのような状況かなとも思うんですけどね。ではいよいよ決戦用兵力を基地中心部へと送り込みましょう。この上陸が一気のファットアンクルが撃墜されることもなくですね、完遂できればベルファスト落とせるんじゃないかなと思います。まあ痛みはかなり、出そうですけどね、無事に倒しきれるんじゃないかなと思うんですけどね。なんとか無事上陸部隊投入できました。これだったらやれる。しかも事前にですね、ズゴック隊、あるいはアッガイ隊で付近の偵察は完了してますので、敵のね、索敵をやらなくて済むっていうのも大きいですね。では部隊を晴れで投入していきます。ジャミトフの HLV、宇宙に脱出される前に、まあ、撃破したといったところですかね。はい。では、損害は出ましたけどね。ベルファスト基地無事に攻略完了ということになります。全拠点の制圧に成功しました。やっぱりこの島国への上陸っていうのは、大変ですね。敵部隊
これで、地球上では残っている拠点は、ジャプロだけになりましたね。報告します。連邦軍が、さて、連邦軍の星1号作戦ですね。これ、敵がグラナダにやってくると思いますので、グラナダの防衛に戦力をね、ちょっと用意しておきたいというふうに思います。ああ、ここで来ちゃったか。いやー、判定勝利になってしまいましたね。和平議員の対応がちょっと遅かったかな。もうちょっとこれは完全に僕のミスですね。うまく進んでただけにちょっと残念ですが、一旦じゃあここで終わりにさせていただいて、ちょっともうちょっとね、対策練って、やり直したいというふうに思います。